僕どうしたんだよトランクス。未来で大人のあの子と一緒に戦っていた。それにブラックに対抗する人たちも多い。こりゃ早くブラックのやつをぶっ飛ばしに行かねえとな。次回ドラゴンボールスーパー時を超えた思いトランクスとマイ、絶対見てくれよな。ドラゴンボールスーパーはバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。